アルティスタ浅間・アサマは長野県東美市を中心とする、東新地域を本拠地とする社会人サッカーのクラブチーム。クラブ創立は1982年7月。特定非営利活動法人アルティスタ・ドリーム・プロジェクトがチーム運営を行っている。トップチームの他にアカデミーチームを保有している。現在のエンブレムはアサマさんをモチーフとしている。アルティスタ・遠見時代は 東美市の町であるオールリシジミをモチーフにしていた。クラブ名のアルティスタはイタリア語で芸術家を意味する。人々をプレイで魅了することで地域もスポーツにより活性化し、子供たちが夢を感じ成長することを願ってこの名が付けられた。東部町の住民により FC 東部として創設。アルティスタ東部へ名称変更。 第15回全国クラブチームサッカー選手権大会出場。第14回長野県リーグ一部優勝。北信越チャレンジリーグで2位となり、北信越リーグ2部に昇格。第16回全国クラブチームサッカー選手権大会出場。ジュニアチーム発足。本拠地を遠見市に、チーム名をアルティスタ遠見に変更することを発表。 第46回全国社会人、サッカー選手権大会長野県大会で優勝。運営を、特定非営利活動法人アルティスタドリームプロジェクト、A 管。北信越リーグ2部優勝、一部へ昇格。サテライトチームの名称を変更。ジュニアユースチーム発足。全日本少年サッカー大会長野県大会で、初優勝し、全国大会出場。 北信越リーグ一部初優勝。全国地域、サッカーチャンピオンズリーグ2016出場。アルキスタグランデが北信越チャレンジリーグで2位となり、北信越リーグ2部に昇格。第53回全国社会人、サッカー選手権大会出場。チーム名をアルティスタ様に変更すると発表。第十四回全国社会人、サッカー選手権大会出場。 全国地域、サッカーチャンピオンズリーグ2018出場。長野県サッカー選手権大会で、初優勝し、天皇杯出場。NPO 法人の詳細情報、アルティスタドリームプロジェクト。全国特定非営利活動法人情報。内閣府政策統括官。2016年5月9日閲覧。ABC、クラブ概要。アルティスター様。 2020年2月27日閲覧。チーム概要。アルティスタトーミ。2015年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年10月8日閲覧。ABCD。アルティスタアサマニジェ参戦ミスへ名称変更。シナの毎日新聞。 https://www.shinmai.co.jp スラッシュサッカースラッシュ2018スラッシュ03スラッシュ post-2589.html2019 年9月17日閲覧松本山が FC、ありがとうございます。